理論上ではあるが、我が原動機として稼働している蒸気機関はカルノーサイクルをほぼ概ね実現させている。魔術師、我が道とは異なるのも知識を重ねるものよ。貴様にも分かりやすく言うのであれば、そう、熱機関の熱効率が最大となるサイクルである。我が蒸気は高温と低温の間を4工程によって循環する。すなわちは高温膨張、断熱膨張、高温圧縮、断熱圧縮。そうか、つまり純静的循環過程。さて、話を戻して貴様の持つチョコレートだが、我が蒸気機関の燃料としては問題なく使用できよう。我が原動機は蒸気機関ではあるものの、魔力なるものと密接に関係した神秘に属するものでもある。真に我は鋼鉄の機械をまとっているのか、もしくは我は神秘の具現をまとっているのか、我には断ずることがかなわず、どちらも真であるとの予感こそあれど、あくまで予感。魔力源にもなるというそのチョコレート、我は問題なく摂取しよう。贈答品に感謝する。では我からもマスターへ我の宝物を与えよう。古代ギリシャのピタゴラスに曰く、万物の根源は数である。しかりしかり、ピタゴラスの時代には神秘と合理は混在していた。きっと我が身も同じく。故にこそ我はこう伝えよう。魔術師よ、数に親しみ数に学ぶのだ。我が眼には見えなかった真実にも貴様であればいずれ到達しよう。若く今も学ぶ者よ、貴様には全ての可能性が満ちているのだから。